皆さんこんにちは、なるほど店です。今日も青にオンラインで遊んできました。青の試練ですね。6回から10回追加されておりますので、今回は7回で遊んでいきたいと思います。いや、6回はちょっと運良さありましたけど、さあ7回は、お、新郎新婦さんですか。私もなんか青鬼さん動画でお出ししたことありますね。青鬼図鑑さん再生リストで。さあ滑る床には要注意。あ、こう苦手滑るの。ある程度どこまで滑るか予想しながら選ばないといけないですよね、滑り出しを。さあこっちには何もない。あれ落ちるんでしょきっと。え、どう行けばいいのこれ。落ちないのこれ。あ、落ちなかった、よかった。なるほど、これであれするわけですか。どうしますかね。まあ落ちないのでしたらまだ大丈夫ですか。お、で、こういうことですか。来てる来てる。ちょっと待って、右から行った方がいいですか。お兄さんがいない方から行った方がいいですよね。うわ、何体かいるんですか。おお、え、あ、もうゴール。あ、待って、どこどこ見えない。あ、見えない、ちょっと。いやー、よくやられるパターンの一つですよ。上から通知が降ってきて見えないとかですね、よくありますけど。さあ行きましょう。まあでも、まあ難しくはないですかね、そうなると。ああ、これがこっちから回っていけないと、こっちの宝の山は開けないと。あの神父さんは追いかけてくるんですか。そういうことですか。ちょっと待って、あー、当たっちゃった。まあということは、新婦さんの位置を確認しながら新郎さんに当たらないように滑っていってゴールするっていうことですね。さあ仕組みが分かればまあ簡単ですね、だと思いますけどそう言ってやられるパターンですけど。お、鍵が1個もない。さあこれはこっち行って、よし1個。で、これで気をつけてこっちで来いちゃいんでしょ。来てる来てる。ちょっと待って。あー、戻される。こっちから来て、こう左から抜けていきますか。ん、あれはどうやって取ればいいの。こっちがこうでしょ。あー、ぶつかる。うん、あの左側どうやって行くんですかね。やっぱちょっと難しいですよね、行き方。最初に3つ揃ったから、まあ運が良ければこっち側だけでも揃うってことですか。じゃあちょっと右から頑張って行ってみますかね。こう行って来てる来てる。こう来たらこっちに逃げるっていうのがいいんですかね。うわ、2個目がなかなか出ない。こっちから行っておいて、この辺厄介ですね。こっちから、ん?こう行って、あ、これで積んじゃうロース。いやー、まさかの青地形2枚また追加ですよ。広告全部見終わっちゃいましたね。今度左から行ってみましょうか。やっぱ最初にちょっとマップを覚えないといけないと。マップ大切ですね、覚えるの。で、こう行って、ないでしょ。嘘でしょ。さあということで、こちら右から行かないといけないですねスムーズに行くためにはある程度、じゃあ今までのやり方の方が良かったわけですね。 こっちから行く方が案外ないですよね。さあで、こっち来るから、これをこっちから行ってみましょうか。お、鍵が1個。まあ、でも結局こっち取らないと青切り来ちゃうから、ダメですよね。あ、待って。いやー、滑るからタイミングが取れないのが難しい。一回滑るともう止まんないですからね。さあ、お、来た。来ましたか、これは。
どっちから来るかでしょ。来てる。まあやっぱ釣っておいた方がいいですよね、こっち側に。で、こうして、ない。ん、こっちから来てます。危ない。お、ちょっと待って。あ、やめて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 。何これこれこれ、ちょっと出れない出れない。え、どうすればいいのこれ。あー、また。さあ、問題がありますよね。そう、私ゴール側の行き方わかんないですけど、いまだにどうやってゴール側に行けるの。え、なんか行けなくないですか。行けるとすればこの右上を通っていくぐらいしか思い浮かばないですけど。わ、すごい来てる。あそこでくるくる回ってるんですかね。ここでなんか積んじゃうんですよね。ないですよ多分。こういってこういって、よし、まあ、これでしょうがないからあれしますか。右上からいきますか。ここに3つ目の鍵があると信じて。よし、おお、来ました来ました。お、嬉しい。なるほど。じゃあ左奥の宝とかちょっと取り方わからないので、皆さん他の動画で、皆さんのYouTuber さんのですね、ぜひご覧くださいと。ということでですね、今回の動画以上とさせていただきます。他にもゲーム実況たくさんお出ししてますので、よかったらなるほど亭のチャンネルの再生リストからですね、たくさん動画ご覧くださいませ。ではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。さあ、報酬もらってなかったので報酬受け取っていきたいと思います。次は8回ですからね。わ、ふわっていいじゃん、おばけっていいじゃんですか。厄介ですねこれは。さあ、青玉ガチャ回せるといいんですけど、回せますかね。お、回せますね。さあ、ではさよならしましたけど、最後にさよならのガチャで終わりたいと思います。さあ、大仏さんか仙人さんで。おお、浦島太郎ちゃん、ありがとうございました。